どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、このウクレレにおいてですね、ちょっとかの皆さんにこうお役立ち動画を、シェアしたいと思います。今日はですね、一応テーマはまあ1個というか2個なんですけど、カポタストっていうのは何かっていうとですね、これこういう機械があるんですよ。機械というかこうツールですね。はい、これカポタストの使い方というのがまず1点と、あとはね、歌うキーの話、キーですよ、キーっていうのは、カラオケ行った時にちょっと高いから1個上げてよとか下げてよとか、そういうキーの話をしたいと思うんで、ちょっとこの時間割にこんな風に分けようと思います。まずはキーの話からいこうかな。キーの話をちょっとさせてもらって、その後とこのカポタストの使い方とかどういうものなのかっていうのを解説しようと思います。はい、最後までご覧になってください。さあ、この動画初めて見た方もいらっしゃるでしょう。音楽始めましょう。ウクレレで音楽始めたらもう本当に簡単にできてね、楽しいんですよ。はい、ガズレレ、今ご覧になってくださってるガズレレではですね、もう楽器触ったこともない方がもうあれよあれよと音楽ができるプログラムがございましてですね、そのプログラムに沿ってウクレレ触ってるだけでどんどん弾けるようになります。ここにリンク貼っとくんで、行ってらっしゃい。はい、クリック。行ってらっしゃい。じゃあ早速解説していこうと思います。まずキーの話から始めようと思います。キーっていうのはですね、例えば、ガズレレで、レッスン動画の時によく登場する、じゃあ、踊るポンポコリンでちょっと再現しようと思います。ちょっと聞いててくださいね。これいつも通りのやつです。C から始まるやつ。ガズレレって C から始まるから簡単なんですよ。いいですか？なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。これはですね、C というキーでやってるんですよ。はい。で、ウクレレってですね、皆さんも気づいてる方いるかもしれませんけど、この C のキーっていうのがですね、めちゃくちゃ簡単に抑えられて便利なんですよ。だけど、ね、歌いづらい、私と音程合わないなという方も結構いらっしゃると思います。そういう人はどうしたらいいかというとですね、コードを変えるわけですよね。ちょっと今 C から始めたんですけど、今度は G というコードから始めてみようと思います。いきますよ。せーの。なんでもかんでもみんな、踊りを踊る。はい、どうですか。今これコードテロップ出したけど、全然違くねって話ですよね。じゃあ今度 A というキーでやってみましょうか。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。あ、最初の音は忘れられた。な、せーの。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。ほら、こんな感じ。これ、コードっていうのは今 C、一番最初 C でしょ。ガズレレではほとんど C ですけど、まあ、この踊るポンポコに関してはこの C でやってるんですけど、次にやったのは G から始まって、次のところは A から始まってとか、こんな感じで、音程って A, B, C, D, E, F, G っていう、これがあって、それにそれぞれに黒い鍵盤っていう、いわゆるシャープとかフラットがつくんで、その回全部これ、12個あるんですけど、コード違いで演奏はできるんですよ。ただし、今のコード表を見ていただいて分かったと思うんですけど、C 以外、抑えるのも難しいです。ウクレレに関してはですよ。他のピアノとかギターではそういう感じではなくて、ギターはギターでも簡単なのがあるんですけど、今皆さんが取り組んでるウクレレでは C がめっちゃいい。あとちょっと悲しめの曲では A マイナーとか。で、場合によっては F から始まるっていうのはすごく多いですね。はい、なんでこの辺のやつをガズレレでは探して、なるべく簡単にしようと思っております。そして、でもね、そうするとどうしたってね、C のキーとか A マイナーとか F とか、このウクレレにとってめちゃくちゃ簡単な、曲だとですね、歌がやっぱりちょっと自分の歌声に合わないなっていう話があるんで、まあ、これをキーの話につなげていこうと思うんですけど、ですね、一個これ、ちょっと一回いろんなこと忘れてもらって、公園のベンチを思い出してください、皆さん。はい。公園のベンチって、子供からおじいちゃんからおばあちゃんからお父さんお母さん、若者からね、女子大生、女子高生、なんで女子なのかわかんないですけど、まあ男子高校生。まあいろんな人がこう気楽にこうベンチに腰掛けられますよね。はい。あれっていうのは、要は、どんな人でも、こう、なんていうのかな、腰掛けて、くつろげるっていう風に設計されてると思うんですけど、厳密にはですよ、身長180センチの人と、身長120センチの、お子様なんかは、同じベンチに座ったら、お互い合ってないじゃないですか。だけど、一個のベンチに座って、同じ椅子に座れることができる。これを、
ウクレレだと思うと分かりやすくて、すごいロマンティックじゃないですか。厳密に言うとですね、私、まあ、皆さん、私、ミュージシャンで、プロデューサーとかもやってて、バンド、自分のバンド弾いて、作詞作曲して、人に、いろんなミュージシャンに楽曲提供したり、プロデュースしたりとかしてたんで、まあ、今もしてますけど、よく分かるんですけど、歌のキーの高さ、音程の高さって、人間一人一人厳密に見たら一番気持ちいいところで違うんですよ。はい。それですのでね、じゃあ、例えば、A さんが、じゃあ、CD 出しますって言った時に一番最初にそのスタッフっていうかこう音楽関係の方がやるのはこの A さんが一番気持ちいいキーを探すとこから始まるんですよ。そうすると例えばこの人は A かなとか F から始まるといいのかなってその曲においてですね、それでその人が一番輝けるキーを探してそのキーに設定してアレンジというかねこの伴奏を作っていくんですね。なので例えばじゃあウクレレでみんなで公園に集まってじゃあ一緒に演奏しようよって時に A さん B さん C さん D さん E さんみんな実際はそれぞれ得意なキーがちょっと厳密に言ったらですよ違うんですけど、それ一斉に演奏したらですねもうそれはもう気持ち悪いことになるわけですよ。不協和音の嵐ですよね。一緒に演奏できない。だから結局公園のベンチだと思ってもらうと一個のベンチに座ればちょっとみんな座りづらいかもしれないんだけど、その座りづらさなんかよりそこで交わされる会話とかコミュニケーションの方がなんかいいじゃないかということで、一応キーはガズレレではみんなで歌える、もう初めて会った人でも本当共通の言葉みたいな感じで C でやるね。初心者が初めて見る動画でも まず言ってますけど、C、F、G7、Am とか、これ、ガズレレ必須コードとか、そういうのに繋がってくるわけですよ。そして、それが分かってきて、音楽ってこういうことねっていう土台が分かったと、その後にコードを変えるとか、まあそういう風にしていけばいいかなと思うんですけど、そういうことが一応なんとなくキーの話として、私はすごくそれをいつも感じてるんでございまして、よくこういう質問があって、この曲の原曲キーでやってもらいたいんですっていう質問が多い、たまに来たりするんですけど、それもまあ一個素晴らしいんですけど、それはですね、そのオリジナルのキーに合わせることは、に価値はそんなにないというか、それは、その歌手に、そのミュージシャンにとってはそのキーがすごく価値がありますけど、それをカバーする皆さんにとってはそんなになんていうかな、その人それぞれその輝けるキーって厳密にはね違いますからね。はい。そういうことをちょっと意識しとくと、その、なんていうの、これオリジナルキーじゃないから私ちょっと違うんだわというふうに思うことはあまり考えなくてもいいんじゃないかなというのが私の考え方でございました。はい。それでもやっぱり、ね、みんなで合わせるときはまあそれでいいけれども、一人で本当に気持ちよく歌いたいっていうときは、こっからが、カポの出番というか、その前に一個コードを覚えちゃうっていう手もあるんですよ。今ねこのガズレレ YouTube 動画ではガズレレ必須コードというところでなるべく収まるようにして、そこにちょっとこう付随してね、レアなコード、レアなコードというか、ちょっと、普段出てこないのも足されるっていうのを構成にしてるんですけど、例えば、キーをじゃあ G にしたらですね、もう普段出てこないコードとか、ね、いろいろ出てきちゃうんですけど、それを覚えちゃうっていうのも、まあ、音楽の自分の、なんていうのかな、センスというか、その感覚をレベルアップさせていくには、もうそれも素晴らしいことだと思います。はい。あと、もう一点だけちょっと言わせてもらうとですね、私もですね、皆さん、ガズレレ YouTube 見てくださってて、いろんなジャンルの曲上げてるじゃないですか。実はですね、僕もこのガズレレ必須コードのキーは合ってないんです。実は合ってない。でもですね、自分が得意なキーじゃないんだけど、このガズレレ、YouTube チャンネルでいつもやっていたらですね、なんかね、歌えるようになってくるんですよ。合わせる技術がついてくるっていうか、逆に、要は自分の得意とする音域じゃないところの曲ばっかずっとやってたら、なんかね、その能力は伸びたっていう、こういう面白い事実もありますんで、本当は C だと僕高くて、やっぱ僕はね、G とか F とかそのあたりがきっといいと思うんです。昔からまあそれは分かってて、あとですね、これもう一個言っとかなきゃいけないのはですね、千人の前で、うわーって腹から声出して、ガーッと歌うときと、あと、ね、おこたつ入って、ちょっとこう、こそこそ弾くときのキーが同じではないんですよ。だからどういう状況で、ウクレレで歌うときってもう、張り裂けんばかりの大音量で歌うっていう感じもそんなないのかな。まあ、そういうときのためにいろいろそういうことも知っといた方がいいかなと思うわけです。なので、厳密なことを言うと、一人の人でも、その歌う場所によっては、全然キーが変わるということです。よく私も体験したことあるんですけど、皆さんもよく言うんですけど、家で散々練習してて、じゃあどっかのステージに立つとき、ステージにいざ本番で立って、すごい緊張して、歌が始まったって言ったら、いつもより相当低く感じるはずです。やっぱり緊張感ある中で、もみっきりこう、気が張ってるときって、すごい声が出るんですよ。声が出るっていうか、なんか、そういうふうに感じると思う。なんで、キーっていうのは、まあまあ、
深い宇宙みたいな、まあ、話もあるんですけど、でもいろんなチャレンジ、コードを変えるとか、カポを使うとか、そういう、なんかそういうのをこう、いろいろ調べたり体験するのも音楽の、ね、旅の途中ですから、はい。面白がって、いろいろ挑戦してみてください。よろしくお願いします。はい。カポタスト。カポタストってのは何かっていうと、カポってのはさっきもちょっと見せたけれども、こういうね、ものなんですよ。これいろいろなタイプが出てるんですけど、はい、これウクレレよ。これはギター用なんですけど、これ洗濯バサミみたいにこう、こんなになるんですよ。これね、ほらほら、これどうなってんのってやつ。これをちょっと解説しようと思います。じゃあまずちょっと、基本的なことを説明していきますけど、じゃあちょっと、制覇って言って、例えばこう、今、何もしずに弾きますよ。はい。そして、この1フレット。1フレットのところ全部押さえて、いわゆる制覇すると、こうなります。だんだんこっちに来ると音程が上がるんですよ。これがキーが上がってるっていう状態ですね。じゃあ逆に5フレットくらい押さえといて、だんだん下がってるでしょ。これがキーが下がってるという状態になります。はい。で、今この一本指でこうやってやったんですけど、じゃあこれ C で当てはめてみると、C ってここですよね。はい、ここ。そしてね、さっきみたいにこっち1個ずらすとしますよね。この白い棒がこっちに1個ずれたと考えてください。そうすると、さっき1弦の3フレット、3フレット押さえていたんだけど、これも1個ずれるわけですね。こういう風にずれるわけだから。全体がこういう風にあったのが、ね、こっちにスライドするわけだよね。そうするとこうなります。はい。その次もう一個こっちにやってみると、その次こういう風に、考えられる。そうするとキーがこう上がってくるわけですよね。ここまで OK ですか。でこれで押さえて、じゃ例えばじゃあ3フレットでこれ押さえて、1弦の4フレット押さえて、そうすると今3つこっちに上がってる状態です。これでやってみますよ。踊るポンポコリン。なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。わかります？これを全部押さえて、ここで C と Am と F と G7 ってやるんですけど、これ結構これテクニックないところずっと押さえてやるの大変だと思いますね。これをですね、人差し指をずっと押さえてるの大変だから。だからこの人ね、この人、人じゃねえけど、この機械でこう、ここ挟んじゃうんですよ。こうやって挟むの。わかります？そうすると、こうやって自分が押さえてる状態になるじゃないですか。考え方としては、ここの今挟んだところが、挟んでない時のここだと思うんですよね。そうすると C ってここじゃない。そうするとここ間に2個開けて1弦のここだから、1、2、3つ目でしょ。この白いとこから1、2、3つ目が C なわけですよね。で、さっきの話に戻すと、じゃあここの3フレットにこう、これ挟みますよね。そうするとここ白いとこだと思うんだから、ここの1、2、3個目、ここが C だなってわかるわけよね。はい。そうすると、はい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 。で、なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。こんな風になるわけです。はい。そういうわけで見やすい画面にやってまいりました。まずこれ C ね。これいつも皆さんこれ見慣れてると思うけど、ここ押さえると C なわけじゃないですか。ここね。ここちょっと上からで見たら、ここね。これがここですよね。で、さっきの復習ですけど、この白いところがここになります。で、これを上がってくると、さっきの説明のように音程って上がってくるんですよ。こっちに行けば行くほど音程上がってくる。この音もね、2フレット、3フレット、ここで上がってくるわけでしょ。で、これ全体を上げちゃおうってことなんですね。そうで、この白いところが、じゃあここ、1個、2個上げたとすると、今度 C のこの黒い点はどこになるかって、ここになります。意味わかるよね。これを当て込んでみると、こういうことになるわけだよね。ここにこう来たぞということ。間に2個開けて、ここの一弦の、ここのところを押さえれば、こういう風になる。じゃあ逆に、もう2個こっちに上げたとするよね。4フレットに持ってきたとすると、同じことですね。1、2、3、4フレット。そうすると、1、2、3、4フレット。ここが、ここの、ここになるっていう風なイメージですね。そうすると今度押さえる場所は、このここになるよね。ここに間2つ開けて、ここ。こんな風にして上げていくわけですよ。で、これ、指で押さえると大変だから、この、さっき出てきて、このカポタストをここに、こういう感じで、まあ、3フレットではめると。そうすると、さっきの画面の当てはめると、ここが C ってことになる。でも、正確にはこれキーが上がってるから、コードネームは C ではないんですよ。だから、カポをはめた状態での C という表現がいいと思うんですけど、はい。こうやって上げて下げてっていう風にやります。はい、そして、カポタスト。こうやって、後ろから見るとこういう風になってて、これ、
こういうふうにちょっとこう、挟め、ここでグッと結構力がいるから、飛び出してんですよね、ここの、取っ手がね。これが結構、人によってこう、狭いっていうか、当たるっていう、二つ押さえ方があると思ってて、この G7 とかやるとこう、角度つけて、この、下からこういうふうにコードをやっていく場合と、ガズさんなんかはね、もうダイナミックに、こっち側から、こうやって握っちゃったりすることもたまにあります。はい。なんでこれ、カポタストってね、結構弾きづらい、弾きやすいっていうのも、如実に当てはまってて、で、これ、こういうギター用のやつってここすごく長いじゃないですか。ほら、ギター用だからね。でもこれでもね、考えようによっては、いいです。逆にここ、見てください。さっきのってこっちにピッと出てたけど、これ出てないでしょ。こっち側に出てるでしょ。だから、押さえやすいかなというふうに。なんでこれね、好みもあるんですよね。だから、これ見て。さっきのここにこうやって出てたでしょ。あ、こう比べてみればいいな。はい。カポタストによっては、だからその形がいろいろあると。はい。この黒いやつ見てください。こっち側には出てないじゃん。銀のやつ見て、こっち側にすごい出てるでしょ。だけどこれもね、上からこう押さえたりといろいろ工夫次第なんですよ。これ同じ、カポタストなんだけど、こんなにここの取っ手の形の位置が違うでしょ。はい。だから、その、ウクレレだからウクレレ用にこだわるってんじゃなくて、これギター用ですけど、考えようによってはギター用でもすごく押さえやすいなっていうのもございますし、ね、最新鋭のね、このカポとして、見てこれ。これはですね、かなりいいですよ。これ、こう高いけどね。ダダリオってメーカーのカポで、これウクレレ用です。これはですね、ちょっとここで、くるくるくるってこう、締めていくんですよ。このダイヤルで。キュッキュッと。それで、そうすると、これが一番ほら、ほぼ何もない状態。これが一番、いいかなと思うんですけど、ただ一点。これ、やっぱりネジ回すんで、手間が3アクションぐらいになっちゃう。3回転ずれて、これだとさ、こういうのはもう一発でカッとはめられるわけだから、いろいろカポがあるんで、ちょっといろいろ冒険してみてください。これがいいですよっていうふうに、一概には言えないと思うんで、ね、あとゴムで止めるタイプとかもありますからね。そうすると、この、こういうふうにグーッとこう動かせるということになります。そして、一応もっと言っとくと、じゃあ例えば、C で弾いてると高すぎて歌えないんですっていう方いるじゃないですか。それは逆にですね、こっちどんどん上げてって、高くして1オクターブ低くして歌うとか、そういうふうに、そういう話も、いいと思います。そして、これも一応言っとくとですね、もう5フレット以上上げていくと、ちょっとこっちが狭くて抑えづらいっていうのもあるんですけど、ウクレレっていう楽器ってね、そもそもこっからここまでがすごく短いので、これはね、楽器の、作りの、楽器の作りっていうか性格上なんですけど、こっからここまで弦の長さが長い方が音程は安定しているんですよね。短くなればなるほど不安定に なっちゃうんですよ。なんでソプラノウクレレの方が実は一番、この音程感がね、まあ難しいというふうに、思うんですけれども、それをさらに縮めていくとさらにね、ピッチも悪くなるんで、まあせいぜい5フレットぐらい上げる、以上上げる、ぐらいかなとは思うんですけど、まあまあちょっといろいろ試してみていただいて、それで、今まで自分がやってたコード表に沿って、これを、まあ白いところだとやってみるとですね、なかなかこう、めくるめく世界が体験できると思われますので、ぜひこのカポタスト、ちょっと挑戦してみてください。で、こっからちょっと技術的な話になりますけど、まあまあ C をこうやって押さえるじゃないですか。それで、1フレットにはめたら、ね、もう一回間2個開けて C シャープっていうコードになるんですよ。これちょっと難しいかもしれない。そしてここをやったら D っていうコードになるんですよね。2個目だと D。その次に、はい、ここ D シャープというか、F、E フラット。その次ってこうやって上がっていくわけ。これは E ですね。で、5フレットでこれをやると F っていうコードになるんですね。はい。これ F でしょ。あれ？これ普段出てくる F なの？つったらちょっとやってみましょう。これ普通の皆さんがよく押さえる F。で、この5フレットでこの C みたいに押さえると、これも F で一応同じ F なんですよ。ちょっとここ難しい方はあんまり気にしなくてもいいと思うんですけど、とにかく一応ね、一番簡単なキーの変更方法は、このカポタストを使って位置を調整して、その中でいつも自分が弾いてるコードを弾く。これがすごく簡単です。はい。その次のステップとしてコードをいろいろ覚えていくっていうのがいいと思うんですけど、はい。一応カポっていうのはそういう役割がありますので、
ちょっとこの曲だけは思いの丈をもう全身全霊で打ち込みたいわという時には、カポタストもぜひ、試してみてください。そしてみんなと一緒にセッションするときはいつものガズレレ必須コードでやりましょう。それ使い分けでもいいと思うんですよね。今日はそういうわけでキーの話とカポタストの使い方と、まあ、コードの変えていくっていう話を、お役立ち動画でさせていただきました。ありがとうございます。はい、さあガズレレ最新情報ですよ。はい、ここでガズクラブというプロジェクトが始まりました。毎月600円、税込み660円で、ガズレレで YouTube でアップロードされている曲が、毎月5曲、ガズがいつもこう YouTube で写しているノートの PDF がダウンロードできて、そのガズクラブ内限定でのなんかいろいろやりとりやらイベントや、これから構築していくということでございます。ぜひ皆さん、ここにページ貼っときますんで、ちょっとページでも確認してみてください。あとはですね、この今使ってるガズのわがままウクレレ、事前予約中も受け付けてたんですけど、ありがとうございます、完売しました。なんですけど、すぐまた次回の予約注文できるように今ベトナムのスタッフとやり取りしてます。近日中にまた追加注文を受けられるようになっておくと思いますんで、よろしくお願いします。今ご注文いただいている皆様、お待たせ、大変お待たせしてしまって申し訳ないんですけども、もう今ベトナムでもじゃくん並びにもうベトナムスタッフがもう本当に、邁進しておりますので、もう少々お待ちください。よろしくお願いします。そしてガズレレではですね、いろんなグッズがあります。じゃあこの T シャツだとかキャップだとか、このストラップ。このストラップがね、すごく可愛いですよ。毛糸製で、はい、このレザーのここの、これもついてますからね。このちょっと見づらいね。このレザーもね。はい。これはマイハニー小杉さんのお手製ですんで、ハンドメイドになっております。あと、この水引きとか、これ可愛いでしょ。これうちの両親の手作りです。水引き歴50年なんつって。はい。で、これです。はい。これもね、もうめちゃくちゃ大好評の。ガズの、監修した、デザインした、ウクレレのリュックサック、ウクレレのケースに見えないウクレレリュックサックにもなるし、ここにハンドルがついてる、横に持って、これコンサートサイズまで入ります。すごい大きいので、これね、しかも中には、こういうポーチが入ってるんですよ。これ、譜面台だとか入れるとすごく便利かなと。あと、ちっちゃいポーチもついてる、チューナーとかね、なんかいろいろ小物も入ります。これ、セパレートになってマジックテープになって、こう、付け外し可能。これはすごくいいですよ。この、ガズのリュックサックもよろしくお願いします。あと、アプリ、これ近々。曲がドーンと追加されますんで、まずガズレシピ、皆さんのスマホやタブレットに落としておいてください。これをお願いしますね。はい、どんどん、じゃあ行きますよ。はい、これ、リットミュージックから出しているガズの2冊のこの本なんです。これも大好評で、もうね、5万部以上の売り上げになっております。大感謝でございます。それに加えて、今度6月18日に、これ、赤いのがまた出るんですよ。今、Amazon などで予約受付中でございます。今、なんとこの、今紹介している3冊が Amazon でベストセラーになっております。どうもありがとうございます。本当に。そういうわけでですね、ガズレレはあっちからこっちからもういろんな形で音楽やる楽しくね、やる人をね、増やしたいな。まあ私がね、音楽すごい救われたんで、これはやっぱやってほしいなということで広めております。皆さんもぜひどんどん楽しんでもらって、周りの人にもね、面白いよっつって広げてくれると嬉しいな。そしたらね、こう楽しい人が増えるとね、いい世の中になりますから、ぜひ皆さんよろしくお願いします。お家で音楽最高、外に出れるようになったらなお最高、楽しみましょう。ありがとうございました。ガズレレ YouTube チャンネル、またご覧ください。さようなら。